とかのね、飛沫感染予防などを言ってきましたけれども、今回は接触感染をどう予防できればいいかについていい報告がありました。ある介入をしたところですね、なんと顔に手を持ってくる回数が 65% から 95% と大きく減少したんです。その方法はですね、感染します。というと、ほとんどがこの感染ルートしかないというくらい、手から顔へと感染した。顔です。目から入ったり、鼻から入ったり、口から入ったりです。飛沫感染の可能性も疑っていましたが、現時点では飛沫感染は結構長い時間、断続的に同じ空間にいないと起きていないようです。簡単に言うと、圧倒的多数の人々がこれに感染しているのは、すでに感染している人、あるいはあと1日2日で発症しそうな人に実際に触れて、その手で顔を触っているのです。ウイルスがついた表面に触れ、その手で顔を触る。これが一番の原因です。まず、手は厳しく清潔に保ってください。ですが、いつも手と顔が触れないようにと心がけておく必要性があります。だけで、信じられないほど強力な予防となり、99% の割合で家族内の感染を防ぐことができます。手をきれいにする。そして顔に触らない。それだけです。こちらの研究によりますと、人はですね、1分間に3回から5回程度顔に手をやると言われてるんですね。まあ16時間起きてるとすると、8時間睡眠で、だいたい数千回に相当しますよね。確かに言われてみると、なんか髪を、頭を触ったり顔を触ったりすることって、無意識のうちにありますよね。ある介入をしたところですね、なんと顔に手を持ってくる回数が 65% から 95% と大きく減少したんです。その方法はですね、自分でその数を数えることです。こうやって石鹸、アルコールで手を洗うまでは手に100万個ものウイルスがあると言われてます。しっかり洗ってもゼロにはならないんですね。動画も見てください。顔に手を持っていく回数を数えることが、意識づけて接触感染の予防にもつながるので、ぜひ試してみてください。今回は以上です。